ダナ自走榴弾砲 SHKH-77、AH、は、チェコスロバキアが1977年に設計した 152mm 自走榴弾砲である。1970年代、チェコスロバキアは火力支援用の新型自走榴弾砲を必要としていた。ソ連から 2S3 アカーツアを導入するという選択肢は、 自国の産業の保護という面から見て望ましいものではなく、自国製のタトラ八百十五トラックを土台にして、独自に設計開発することを決定し、1八十一年に実戦配備され、1九十四年までに七百五十両が製造された。チェコでは、将来的に t 七十二戦車の車体をもとに、開発された新型の百五五十ミリメートル自走榴弾砲に、 更新する予定である。上記の通り、この7次走流弾砲の最大の特徴は、世界で初めての走輪式次走流弾砲という点である。これにより、不正地走波能力は、早期式よりやや劣るが、正地での速度と長距離自走が可能となった分、戦略的機動力が向上した。車両の構造は、全部に運転席、中央部に、砲塔後部に、 エンジンという一般的なものである。運転席部分は戦闘時には防弾板で覆うことが可能であり、砲塔には自動装填装置が装備されている。乗員の配置は全部の運転席に運転手と社長、砲塔の左側に砲手と装填手、砲塔右側に弾薬運搬手が登場する。ポーランド陸軍の w z 7 7な。 自走榴弾砲グルジア陸軍の7次走榴弾砲、ありがとうございます。